メロス包囲戦は、ペロポネソス戦争において、紀元前416年にアテナイとメロスの間で、戦われた包囲戦である。紀元前416年夏、クレオメデスとテイシアス率いる重装不評1200、旧兵300、キバ旧兵20、同盟軍の重装不評1500、自国船30隻、キオス船6隻、レスボス船2隻が、 メロス人に復讐を強いるべくメロス島に送られた。その理由は、メロス人は、スパルタの植民都市であり、アテナイに復讐せずに中立を維持していたが、アテナイが味方につくよう強要したことにより、敵側に回ったためである。将軍たちは幸福と復讐を求めるべく交渉のための施設を送ったが、スパルタからの救援を信じた、メロス人は、 アテナイ側の要求を拒否し、交戦を決めた。これを受け、アテナイ軍はメロス包囲を開始し、工場壁を構築して、兵士を配置すると一部を残して大半を引き上げさせた。しかし、その冬にメロス軍が包囲壁の一部を奪取したのを受け、フィロクラティス率いる第二次遠征軍が派遣された。その結果メロス人は無条件降伏し、 成人男子全員が処刑され、女子供は奴隷にされるという荒烈な処置を受けた。なお、メロス人の期待したスパルタからの援軍は最後まで来なかった。その後、アテナイは500人を送り出してメロス島に入植した。紀元前405年、スパルタのルサンドロスがアテネ軍を破った後、メロス島からアテネの入植者を追放し、奴隷として生存していた死女らをメロス島へ戻すと、 共に、スパルタへ併合した。ありがとうございます。